こんにちは、アムスタッフの小太郎です。今回は新谷小塚20年秋冬のアイテムをご紹介したいと思います。それでは着用からいってみます。はい、まずこちらトゥーサイドカーディガン着用していました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちらお色がスノーになっております。でこちらサイズなんですけど、サイズはフリーサイズとなっております。で僕の身長が170センチで体重55キロでこのようなサイズ感となっております。まあ、サイズ感としては結構オーバーサイズな作りになっている印象ですね。着丈が結構長めに作られております。で袖丈も垂らすとこんな感じなんですけど、一応リブがついているので調節していただけます。でこちらサイズ感結構オーバーサイズなんで、女性の方とかにも着てもらったらすごい可愛く着れるんじゃないかなと思います。で名前にある通りトゥーサイドって書いてると思うんですけど、こちら実はこのようにリバーシブルで着ていただけるようになっています。で今僕が着てるのがこちら裏側になるんですよ。でこのようにボタンがすごい特徴的になっていて、両面にこのようにボタンがついていて、互い違いにこのようにボタンが付けられているんですよ。だから裏表両方ボタンをこのように留めてもらって着ることができます。で一応すべてボタン外して着るとこんな感じですね。結構着丈長いんで、このように若干肩で着るような感じにも着れると思います。でこちら素材がウール 100% になっていて、すごい肌触りとかもすごいいいです。なので冬場アウターの下とかにカーディガン1枚このように着ていてもすごい可愛いんじゃないかなと思います。でこのように柄もすごい特徴的になっております。でまあ若干ペイズリー柄のようなお色となってます。はい、で表面で着るとこんな感じですね。開けてたらこの歩いた時とかに若干裏側が見えたりするんで、そういう表情もすごいかっこいいんじゃないかなと思います。はい、続いてこちらモネ着用していました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちらもフリーサイズとなっております。でお色が一応表記がコールドというようなお色になってます。まあ、近くで見たらブルーに近いようなお色になっております。で名前がモネになってるんですけど、その理由はこちらこのグラフィックがモネの絵画を拡大してプリントしたようなデザインになっております。でこちら生地は先ほどのこちらのカーディガンと同じウール 100% の生地で作られております。で着心地もすごいいいですし、冬は本当にあったかく着れるんじゃないかなと思います。フリーサイズなんですけど、こちら僕が着たら結構肩がこのように落ちてる感じで、着丈も少し長めなんで結構オーバーサイズの作りになっていると思います。でこちらこのように裾を出して着ていただいてもいいですし、これぐらいのサイズ感だったらこんな感じにタックインして着てもかっこいいんじゃないかなと僕は思いました。でこちら襟の部分のリブもしっかりしていて、首が結構詰まっている感じなんで、本当に結構長く着ていただける作りになっているんじゃないかなと思います。でこのように袖の部分も垂らすとこんな感じなんですけど、リブがあるんでこちらでこのように調節してもらえると思います。こちらもさっきのカーディガンと同様に、女性の方でも男性の方でもユニセックスで着ていただけると思います。でこちらお値段なんですけど、先ほどのカーディガンが4万5000円プラスタックスとなっております。でこちらのスウェットが3万9000円プラスタックスになっております。はい、続いてこちらマキシュ着用してみました。全体がこんな感じになっております。はい、でこちら今僕が着てるサイズがサイズ M となっております。
で、お色が一応表記がフォレストというようなお色になっております。まあ、名前にある通り森のような深いグリーンのようなお色になっております。で、こちらのコート、こちら前回の動画で紹介した当店別注のアイテムの、こちらが肩はこちらと同様の形になっております。で、お色がこのように違うのと、まあ、当店別注のコートより少し生地感が変わっていて、このように少し別注のものとは違って少し起毛感があるような雰囲気になっております。で、こちらもこのように形は一緒なんで、こちらインナーの部分にこのようにポケットがついていて、なのでポケットに手を入れるとこんな感じに、まるでスリットの中に手を入れてるような感じになります。で、スリットの幅も調節できて、このようにボタンがついているので、すべて閉めるとこのようにスリットが少し浅くなるような感じになっております。で、一応このボタンを止めるとこのような感じになります。で、こちらのついている布なんですけど、こちらは外すことが可能になっていて、一応さっき裏でつけてたんですけど、表でつけるとこのような水色のようなお色になっております。なのでこっちでこのようにつけてもらうことも可能です。で、もう一つ特徴的なのが、このように襟を立ててもらって、このような感じに襟を立ててもらって、こちらついている布を襟の周りに巻いてもらうとこのような感じになります。で、ここに留めるようにボタンも付けられております。ボタン全部閉めてこんな感じに着ても、本当これ一着でめちゃめちゃ存在感があるんでかっこいいと思います。で、サイズはサイズ M なんですけど、僕が着て少しオーバーサイズのちょうどいいサイズ感になっております。なのでこちらも女性の方でも着ていただけるサイズ感だと思います。はい。で、こちらお値段なんですけど、お値段が 79,000 プラスタックスとなっております。はい。続いてこちらマックシャツ着用していました。全体がこんな感じになっております。はい。で、こちら特徴的なのが、まずこちら一見するとレザーのように見えると思うんですけど、こちら実はフェイクレザーで作られていて、なのですごい生地とかも柔らかくてめちゃめちゃ着やすいような生地感になっております。で、今僕が着てるサイズがサイズ M なんですけど、サイズ M でもちょうどいい感じのオーバーサイズ感が出ていいと思います。こちらも同様に女性の方でも着ていただけると思います。で、このようにボタンを留めてインナーとしても使ってもらえますし、もちろんジャケットとしても上に羽織って使っていただけると思います。ボタンを閉めるとこんな感じになっております。で、コートとかダウンの下とかにボタン閉めてこんな感じに着てもらったらかっこいいんじゃないかなと思います。で、さっきのコートと同様にこちら生地別でボタンで生地が付けられていて、こちらはさっきのコートと似てるんですけど、このようにこちらも襟が一応立てれるようなデザインになっております。なのでこちら襟の裏にこのようにボタンが両サイドついているような感じになっております。なのでこちらの布は取り外しも可能なんで、外してもらって着ることもできます。で、こちらお値段なんですけど、お値段が 36,000 プラスタックスとなっております。で、この生地で 36,000 だったらすごいめちゃめちゃお手頃に買えるんじゃないかなと思うんで、本当に1枚持ってたらすごい便利なアイテムだと思います。はい。続いてこちらデリバリーマン着用していました。全体がこんな感じになっております。はい。で、こちらのサイズがサイズ S となっております。
で、こちら特徴的なのがまず生地感なんですけど、こちら生地がさっき紹介したシャツと同じような生地になっていて、カラーは一応ホワイトになってるんですけど、このようにフェイクレザーでこちらも作られております。で、シルエットはこちら深夜小塚が定番で出しているバギーパンツと同じようなシルエットになってます。なのでこのように太めなシルエットになってます。でも腰回りはこのようにタックもこちら両サイド入っていて、腰回りはすっきりとしたイメージなんで、今みたいな感じにタックインしてもらってもかっこよく着れるんじゃないかなと思います。で、こちらポケットなんですけど、このようにすごい存在感のあるようなポケットが付けられていて、こちら実はここにも入るんですけど、フラップがこのようについている、こっちの中にも何か入るようになってます。で、一応こちらボタンもこのようについております。で、このポケットが両サイドについている感じになっております。で、一応バックの部分にもこのように片方だけ同じようなポケットが付けられています。で、もう一つ特徴的なのがこちら裾なんですけど、こちら裾が実はこのように絞れるようになってるんですよ。こんな感じにドローコードがついております。はい。で、絞るとこんな感じの雰囲気になります。絞るだけで本当に雰囲気全然変わるんで、本当一着持ってたらめちゃめちゃ楽しくコーディネートをしていただけるんじゃないかなと思います。このように絞れるんで、スニーカーと一緒に履いても溜まってる感じが出てすごいかっこいいんじゃないかなと思います。はい。で、両方締めるとこんな感じですね。で、こちらお値段なんですけど、お値段が 36,000円プラスタックスとなっております。で、サイズが S となっております。はい。続いてこちら、お色違いと生地違いのダスト着用していました。全体こんな感じになっております。はい。で、今着てるサイズもサイズ S となっております。で、形はさっきのフェイクレザーのパンツと同じような、全く同じの形になっています。今までの定番のバギーパンツのような形になっていて、さっきと同様にこちら裾で絞れるような感じになっております。で、違うのがまず生地感なんですけど、このようにシャカシャカしたような生地感になってます。ポリエステルで作られた生地になってるんで、さっきよりも全然軽いですし、まあ、見た目としてはワークパンツのような感じに履いていただけると思います。で、さっきと同様にポケットもこちら両サイドにデザインされていて、バッグにも一つついております。で、こちらお値段なんですけど、こちらサイズが S でお値段が 29,000円プラスタックスとなっております。はい。以上で着用終わりたいと思います。こちらの商品オンラインストアでもご購入いただけますので、よかったらチェックしてみてください。 YouTube チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。インスタグラムもやってますので、よかったらフォローお願いします。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。